XD カムで収録した MX ファイル、AVCHD の素材、プレミアプロで読み込んだとき、なぜかクリップの中身が違うものが読み込まれてたりすることないですか？もしかしたらそれはキャッシュファイルが犯人かもしれません。はい、アドビコミュニティエヴァンジェルその1位です。このチャンネルではプレミアプロについて様々な情報を発信していこうというチャンネルです。特にバグが多いので、バグ撲滅を目指して、頑張っていこうという思いでやっております。と言いつつもですね、ここまでは一つもバグに触れておらず、ここまで一つ触れておかないと良くないんじゃないかということで、今回は、新機能も含めて、バグ関連のネタをやろうと思いまして、特に XD カムで収録した MXF の素材とか AVCHD の素材を編集するときに、なぜかクリップの中身が違う素材だったりすることないですか？同じ名前の素材がストレージ内に存在していて、間違ってリンクされているような、そんな状況あったりしないでしょうか？実はですね、これどうやらキャッシュファイルが悪さをしているようなんですね。ということで、今日はキャッシュファイルのお掃除のお話をしたいと思います。プレミアノート。はい、それでは行ってみましょう。メディアキャッシュのお掃除ということで、プレミアプロの環境設定からメディアキャッシュを選択します。そうすると、環境設定のパネルが開きまして、ここですね、メディアキャッシュファイルについての設定がありますね。ここ、メディアキャッシュファイルを削除。この項目、削除を押します。そうすると、さらにパネルが出てきまして、2つ選択肢がありますね。未使用のメディアキャッシュファイルを削除と、システムからすべてのメディアキャッシュファイルを削除。これ実は上の未使用のメディアキャッシュファイルを削除というのは、以前からありました。で、この2つ目が今回のバージョンから追加された項目になります。今ちょっとグレーアウトしていますけど、1つ目の上の方はどういうものかというと、未使用のメディアキャッシュファイルなので、実はメディアキャッシュファイルっていうのは、元々の素材、ソースメディアに対してキャッシュファイルが生成されて、プレミアの、運用上というか、モニター上、表示上を負担を減らして、編集をしやすくすると。そういうためのキャッシュファイルなわけですけど、元々の素材が見つからない場合は、そのファイル、キャッシュファイルを削除するという項目が、以前の項目ということになります。これ逆に言えば、このパソコンがその元々の素材を、メディアを検知していると、そのキャッシュファイルは削除しないという選択肢になっちゃいます。なんで、結構これを行っても、症状が改善されないとか、そういう話を聞いたりします。なんで、新しく追加されたんですけど、システムから全てのメディアキャッシュファイルを削除。これを実行することで、全てのメディアキャッシュが、削除されて、問題が解決するんじゃないかということになります。が、今ですね、グレーアウトしている状態だと思います。これなぜグレーアウトしているかというと、ここですね。このオプションを使用するには、プレミアプロを再起動し、プロジェクトを開く前にこれを選択します。そうなんです。プロジェクトを開いた状態では使えない項目になってます。なんで、一度プレミアプロを再起動してみます。一回閉じます。開き直します。スプラッシュスクリーンもね、変わりましたね。ようやくパンツがなくなりました。写真ですね。この状態、プロジェクトが開く前の状態で、左上のプレミアプロの環境設定から、メディアキャッシュと。これを選択してください。そうすると、はい。メディアキャッシュファイル削除を選択すると、これですね。はい。システムからすべてのメディアキャッシュファイルを削除が選択できます。これで OK を押すと、クリーンアップ。これでメディアキャッシュが、全部捨てられたということになります。これ、一応まあ、今素材が少ないからですけど、メディアキャッシュを捨てたということは、次に開いたとき、読み込まれるメディア、読み込んでいるメディアのキャッシュファイルをもう一回再生成し直します。なんでそこに時間はかかるんですけど、まあ言っても元メディアがなくなるわけではないので、基本的なリスクはないんじゃないかなと思ってます。かなと。自己責任でお願いします。で、これ実際に先ほど言ってた、XD カムとか FCHD の、ファイルの、リンクのエラーといいますか、
違うもの、違う素材を認識してしまったエラーに関して、効果的なんではないかなと思っているんですが、実際僕自身が実はその症状に合ってないので、まだ試せてません。なので、ぜひとも情報をいただけると嬉しいです。こんなんなっちゃったよという人は一度これを試していただけたらと思っております。そんなこともありなんですが。でもちろんね、メディアキャッシュ自体は、保存先が決まってるので、まあ、設定してるので、そこのメディアキャッシュファイルを捨ててしまえば、クリーンにはなるんですけど、まあ、キャッシュファイルの保存先を変えたりとかして、残ってたりする可能性があるので、この方法で消していただくのもありなのかなと思ってたりします。プレミアノート。いかがですかね。これで、うまいこと消えたりしたのかな。うまいことエラーが解消されたりするのかな。こうやってバグを一個ずつクリーンにしていけたらなと思っております。そんなメディアキャッシュのクリーンアップのお話でしたが、あと告知かな。2019年11月の14日、今月ですね、今月14日、インタービー2019という、国際放送劇展が、幕張で行われます。千葉県幕張ですね。毎年まあ行われている国際放送劇展なんですが、そこに、2日目、まあ14日ですね、にアドビデーと題しまして、アドビさんと、あとまあブックさんというところと、イベントスペースで丸1日イベントを行います。そこで僕も、イベントに参加してたりするので、ぜひぜひ、インタビューに来るならば、2日目を選んで来ていただけると楽しいことがあるんじゃないかなと思っております。概要欄に、インタビューの、告知ページ、概要ページも貼り付けておきます。そちらの方も見ていただけたらなと思っております。みたいなことで、こんな感じでプレミアプロの情報をこれからも発信していこうと思っております。チャンネル登録、高評価、バグのコメント、いただけるのをお待ちしております。バイバイ。You grow to be tall. Staring.